中からまた違うピッチャーが投げるかもしれない。まあ当然イニング途中で普段はなかなか行く機会がないピッチャーが行かなければいけない状況があると、はいはいはい、まあそういうための練習なのかもしれないですけどね、まあ、練習といってはいけないんですけど、まあそうですね、はい、まあ点差も、まあ、ある程度こう、まあ、5点なんで、はい、まあ、そこら辺もちょっと試してみたいっていう考えなのかもしれないですけどね、はい、ここで涌井がマウンドに行きました。そうじゃないとこうイニングの途中で変える意味があまりないよね。そうですよね、はい、涌井は前回に続く WBC 代表です。それにバッター左ですしね。そうなんですね、5番の張深という左バッターのところでこの右の涌井がマウンドに上がりました。最終強化試合は火曜日の阪神戦、2番手で2回3分の2、4安打1点を失ったという涌井。5番バッターの張深です。阪神戦の時はですね、はい、1点を失った内容だったんですけども、はい、どんな印象がありましたか。まあ、あの僕の涌井投手のイメージって、はい、まあ、コントロール変化球を左右にこう投げ分けて、はい、丁寧に投げていくピッチャーだというイメージはあったんですけど、やっぱり昨年やっぱりこう抑えをやったことで、はい、もう一つやっぱり球の強さっていうのが出てきましたよね、はい、その辺をここで出してくれたら、やっぱりリリーフをやった、まあ、エースという、ね、名前がついていたにもかかわらず、まあ、はい、抑えをやった涌井君ならではの、まあ、ピッチングっていうのが、ちょっとここでは見たいなと思います、ね、はい、去年は55試合になれば30セーブ。シーズン途中から、そうなんですね、なかなかこう先発で結果が出ずに、そうなんです、はい、まあ、でシーズン途中から投げて、はい、まあ、30セーブっていうのは、やっぱりすごいと思いますね。そうですよね、はい、少し変化球が高めに行きました。この涌井が貴重なリリーフとして結果を出しておきたいところです。ストレート、ボールです、ボールです。判定はボールです。今日の球審はアメリカのデイビスさんです。古田さん、インコースというのはやはりあんまり取らないもんですかね、国際試合。そうですね、はい、あのね、キャッチャーが、ね、しっかり見せなきゃいけないっていうのがアメリカのルールであるので、なるほど、